ロッチ中岡の OK 講座サポーテッドバイ損保ジャパン。一人でも多くの人にホッケーを知ってもらうために私たちがホッケーの紹介をします。中岡さんは昔、うん、ホッケーされてたんですよね。僕やってたんですよ、うん、僕は中学校中高とやってました。大学もホッケー推薦一応もらおうと思ったらもらったんですけど断ってお笑いやる中学校までは僕先輩とか同級生に日本代表がいてるぐらいの中学校やったんでこの日本代表のユニフォームを目指してた本当に真剣に、うん、だこれ今憧れのユニフォーム着させてもらってます、はい、中岡さんありがとうございます。一人でも多くの人にホッケーを知ってもらいたいんです。そもそもホッケーとは遡ること紀元前2500年頃からプレーされており19世紀半ばのイギリスで現在のスタイルが確立されました。このスティックを使って11人でプレーします。相手のゴールに得点を取るゲームです。サッカーに似たようなゲームです。サッカーの試合は45分前後半なんですけどホッケーは15分を4クォーターします。僕の時35分前後半。ああでも途中から変わりました。私たちもそれやってました。見どころ満載のスポーツなので皆さんにもっともっと応援してほしいです。応援よろしくお願いします。さくらジャパン。ごめんなさい。